NHK 受信料を支払わない方法を教える党の立花孝志党首が、なんとパチンコ党を作ると買い出して、ネットで批判の声が巻き起こってるみたい。パチンコ党、どこに需要があるんだろうね。では早速、報道の一部を見てみるよ。NHK 受信料を支払わない方法を教えると、NHK 党の立花孝志党首が、3月15日に YouTube チャンネルにパチンコ党を結成します、という動画を投稿。6月の尼崎市議会選にパチンコ党を作り、そこから出馬するという。また、パチンコ党から出馬したい人を募集しているという。立花孝志は、パチプロが能力を使って政治をしてほしい、と語っている。しかし動画には批判のコメントが相次いでおり、低評価が多くなっている。何より NHK 党の人たちは、誰一人としてこの件を知らなかったという。立花孝志といえば、昨年ゴルフ島を作ろうとした経緯があったが、結局ゴルフ島案はなくなってしまった。今回のパチンコ島も実現できるかどうか不明。パチンコって業種。多くの人が不快感を持ち、批判してる業種だよね。だから、そんなパチンコ党が万が一できたとしても、パチンコ党からの出馬って、確実にマイナスにしかならないと思うんだけど。それに、パチプロが能力を使って政治をしてほしいって。ゆるパンダは、この発言が全く理解できないんだけど。案の定ネットでも批判の声ばかりで、また始まった、呆れ。もはや話題作りにもなっていないという。すいません。パチンコで人生が狂ったんで、賛同できません。パチプロはひたすらパチンコだけしとりゃええ。政治に首突っ込むのに一番ふさわしくない人種や。頑張れ、N 神。しっかり目つむって、孫子についていくんだぞ。などの声が上がっている状況。そもそもこのパチンコ党について、N 国党の信者の皆さんはどんな気持ちなんだろうね。さすが立花さん、と立花氏を称えているのか、それとも、呆然となっているのか。まあこのパチンコ党構想計画については、すでに YouTube 動画で多くの低評価数がつき、批判コメントが相次いでいるみたいだから、さすがの立花氏もパチンコ党立ち上げは取りやめるんじゃないのかな。まあ、パチンコの構造改革なら支持されるとは思うけれど、パチンコの政党は支持されないと思う。以前の多くの国民が支持していた NHK から国民を守る党から、なんだかどんどんおかしな方向に進んじゃってる今の NHK 受信料を支払わない方法を教える党。NHK だけと戦ってたら、こうはならなかったと思うんだけどな。とにかくパチンコ党。ゆるパンダは率直に言って、ないと思う。